あった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 。気づかねえよ。気づかねえだろ。すげえな。ちょっと見たマーク。見てない。同じマーク。うわっ、しまった。危ねえ。見つけたわ。あんたの娘はここにいないっていう。まったく、今度は私の大切なものまで盗もうっていうのは冗談じゃないわ。そこで待っているがいいわ。地獄の底まで追いかけて、その体を切り裂いてあげるから。痛えよ、こんなとこ。こんなこういう通路多すぎだろ。ね、なんかオートセーブ入ったな。怖えな。見逃せねえよ。よし、じゃあこっちから行ってみるか。ね、これ絶対出るよ。怖っ。うわ、松明持っていこう、それ片手にな。持ってけないな。暑いからか。暑いからかな。なんか暑いから固定されてるから、ね、なんだこれ。仕組みが分かってないな。なあ、はい。でも全然なんだろう、今んとこ何も手がかりがないね。全部見てないからな。確かに。ちょっと先走りすぎた俺が。お、なんだこれは。開くね。あれ、俺さっきここあれしたんだっけ。うん、また別だと思うよ。また別。うぇ、はあ、くそ。逃げられると思った。バラバラに切り刻んでやる。かわいい我が子に会う前にね。バトンパスすんなよ、ここで。嘘だろ。どんなところでバトンパスすんだよ。もう何もできないじゃん。銃持ててない。銃持てない。多分片腕ねえから銃持てねえ。あの腕取り行くんじゃない。とりあえず。いや無理だろ、腕ねえから。右腕が使えない。やっぱ腕取るんだってこれ。本当に。うん。いや悪い悪い、ごめん。ほら腕取りに行くマーク出てるもん。うわ。右手。どういう状況。くっつけろ右手。ちょっと待って、これもうきついよ。え、今開いた、あそこ開いたのかな。あのハンドル上げなかった今。多分開いた、ワンちゃん開いたけど。しかも無事な方がさ、やられたかんね。ワンちゃんあそこ開けたべ、左手で。さっきムービーで。ちょ待ってね。僕こっちで。薬液が使えるべ。使えない。使えない。右腕が使えない。走り走れ。ねえ、もう遅いよ。後ろ見た。もうちょっと早く。ここここここ開いてる開いてる開いてる。そう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 。なんで？繋がってる。ただ逃げ道が増えたってだけか。そうだな。そうだ、ここ繋がっ。どこ行けばいいの？どこ？違う。ピンチやんけ。怖っ。地図見る。回復使えないのマジで。右腕は使えない。オッケー、ちょっと速くなった。あれ今下行けたな。使えてんの。いや使えてない。あそこの真っ赤になるとここまでは戻るんで、時間で。あ、そうなんだ。うん、前回それあったわ。じゃあちょっと頑張って持ち直したのか。持ち直した。だから歩けるようになってる。やべ、こっちダメだ。ぐるぐる。今開けたんだ、こいつが開けた爪で。なるほど、うん、あいつに開けさせるっていうあれだったのか。うん、早く早く、あるある、ドミトレス城の鍵。もうパニクリすぎ。早く開けろ。さりげなくパクってんじゃねえよ。いやこれ、あ、始まった始まった。よし、あ、これが良かったのか。いくら逃げようとしたって無駄よ。とりあえず死欠ね、なくなんねえよな俺の。何言ってんの、サイボーグじゃねえんだぞ。どういう状況、どういうことだよ。やっぱイーサンただもんじゃねえっていう俺の予想はあってた。サイボーグじゃねえんだぞお前。よし、
気づいたことない。なんなんだよこの城は。服もくっついてるっていう。すげえ。着眼点いいなお前。よしじゃねえから。すごいよお前。なんだなんだなんだ。あ剣持ち剣持ち。剣持ちやばい。これ愛があれだな、スキル増えてにあの早草切りとか覚えないと。いやそれドラクエじゃねえんだよ。ごっけっけ。じゃ真空切りとか真空派。だからドラクエじゃないんだって。どこ行けばいいんだ。悲哀のなんちゃら手に入れたよな。仮面ゲットしたからあれだ。祭壇みたいなところだよね。さっきの部屋まだあれだな。アイテムあったな。右手では取れないってあったけど木箱あったな。あった。取りに行かないとダメな感じ？わかんない。あ、これ合ってたわ、ここで。何？お、炎が一個ついた。なるほどね。ドミトレスク城の鍵で行けるところを次から、あ、増えたわ、うん。うん。行かないといけないんだ。どこにあったっけ？それ。いろんなとこにあった。覚えてねえな。こっちにもあった気がするんだよな。あったような気がするね。やったな。戦ってる時に入れなかったとかあったよね。食事前にいい運動になるぞ。窓窓窓窓窓窓。やっぱりあっちで合ってたわ。合ってた。見つけた。お母様にうんと可愛がってもらえる。どうしよう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 。いやそこダメ。ダメだよね。右の周り。どうしようどうしよう。どっかなかったっけ戦ってたところ。来たわ。お母様来たわ。来てる来てるお母さん来てる。お母様来てる？うん、ママー。うわあこっちなんかあったっけ？あらそこ開くじゃん。あ、ナイス。え？あ？よしよし。仮面ゲット。あそこは行こう。とりあえず来れないであいつはさすがに。あんないい衣装持ってたから。しかもあいつデブだしな。うん。ボンだし。ボンだよ。ボンキュッポンのボンでしょ。そう。あれここ何？ここ何？なんだここ。なんだここ。なんだ。なんだここ。宝物ボックスや。いいね。いいね。これ起用せとりあえず。防御力5上がる。他の子に先を越されたかと思ったの。誰誰誰誰。ハエが来てる。まあハエのやつ何回か。何回なよ。何回攻撃してるみたいな。もう今ガードしただろ。いやこいつ無条件攻撃。とりあえずナイフで何回か。ここちょっと当たりたいな。まだあるんだよな。ここ絶対いいアイテムある。さりげなく爆弾いっぱい拾ってたしね。おおお これだこれ。ゴールドゴールド。あへ風来てる。衝撃。爆弾もらったから。爆弾。うん。爆弾。うん。おっしゃおっしゃおっしゃ。ナイスナイスナイス。楽しい感じしたいな。ふざけたまねを。お前ごときが。頑張れ頑張れ頑張れ。強いぜ。今度霊気入れ気をつけよう。オッケーうまいうまい。いい音だった。いや、やべやばいやばいやばい。ジャクジャクやられてる。こいつなんだ自助くらいか。わかんない。耐え切るかんない。あるね。うまい。こっちが。どう？ってことある？うわ、いけるはず。落とす。落とす。いけ。オッケーオッケー。無限だ。ルーパー入った。ルーパー入った。絶対ヒルブもうこれ。クッソ。見て。見てよ。気持ちいいぜ。もうちょいのはず。逃がさないわよ。お前は私の大事な獲物なんだから。ナイス。入ってんま。はい。なんかウィンチェックできてた。本当だ。いや、チェックマーク取れんじゃん。なんだろう。関係アイテムっぽいな。よかったね。とりあえず倒せたね。進む道もこっちで合ってたんだね。ね。よかったよかった。よしよし。なんか俺らなんだかんだうまく進んでる気しない？な。初見とは思えないぐらい。確かに。爆撃よかったわ手に入って。ね。終わったかと思ったわ。これ
ってどうなの、俺ら意外に攻略できてんのかな、順番にどうなのかな、ね、わかんないもんな、うまくいってんのかな。お、換金アイテム、あ、指輪イジイジしてなんか取る、またこっちは換金アイテムだったね、組み合わせ可能だって、もっとくか、あ、高くなるんだよ、なんか組み合わせれば、もっとくか、そう、な、打っちゃダメなんだよこれ、組み合わせてから価値を見出せる、なんか生きてる意味が見出してる、そこまで、うん、あ、上にあった、ナイス、オッケー、オーケー、どうこれで、オーケー、気持ちいいな、戻れない感じですか、別場所だな、外にジャンプすんじゃねえな、外行ってみるか、うん、こっち行けないもんね、だってそれしかないね、なあ、それでもなかったねえな、行けねえ、わかった、何戻す、これだ、戻すんだ、多分走って行けってこと、早っ早っ、なんかあそこかませるんじゃない、じゃあ、あ、それ入れんじゃない、それ、それ鹿にしようぜ、なんだこれ、順番が違うのかな、早っ早っいや、これは人間の力じゃ無理だ、ダメだ、ここは一回置いとこう、本当にだってそうだね、あ、まあ、じゃあ鹿解決しに行こうぜ、鹿、あっちか、まあそこにはめんのかも分かんないけど、うわぁ、お前の声にびっくりした、画面見てなかったわ今俺、ダメだよ、何があった、おばちゃんがいた、おばちゃん言うな、お母さんもがいた、お母さんは一回喋ろうぜ、お母さんと、あ、いなくなってる、撃つOK、 ほら見つけたわ、バレてんじゃんダメじゃねえか、ダメだダメだ、逃げよう、いや倒せるかもしんない、いや聞いてねえくね、ちょっと待って、余計なことしたな、余計なことしたお前、とりあえずこれ取って、なるほどね、頭いい、よしよし、かいくぐれだ、かいくぐれ、かいくぐれ、うん、かいくぐって戻ってそれを置きに行くんだ、ぐるぐる回ってるから、こっからはあいつがぐるぐる回って逃げながらね、大変なんだって話だ、危ねえ危ねえ、こっちになかったっけ、ドミストレス駆除の鍵だっけ、これなさそうだな、ないな、 これなんだっけ、ここさあ内側からかかってたやつ、まだ開かないのここ、うん、タイザーどっちだっけな、セーブの方でしょ、タイプライターでしょ、いやなんでいるんだよやっぱりね、これ鍵が開いたことでチェイスできるんだ、そっち行くの、え、だって逃げないと、あそこしか逃げる場所知らないんだもん、あれでこういうのって多分タイプライターのとこまで追ってこない、ほんと、これもうダメだ、一方通行のとこ来ちゃった、でここまでも追ってこない、多分ここ入ればOKだ、タイプライターまで行こう。行ってみるか。なんで。あ、じゃあ左から行こう。加えて嬉しい。でぐるぐる回るんだ。で。おお。いいね。いいねいいねいいね。大丈夫これ。多分入ってこない。俺はご無事で何やりどうでしたか。怖。あ、換金アイテムもあるし。お。それはなんとも残念でしたな。まあこの城を出る頃にはまた道も開けましょう。何か必要なものはありますかな。どうぞいらっしゃい。ちょっと新しい発見がありますぞ。ここ使えねえんかい。違うんかい。まあまあ、まあ。迷宮模型だ。迷宮模型だよこれ。確かに模型か。ああようこそ。これ何？それあれだよ。地雷、なんか新しいの増えてる？特に改造じゃない？特にあ、パチコいた、あいつこれ買うか、それいいね、ロングマガジン、こういうのって買った後に次の洞窟で宝箱に入ったりするよねそれドラクエなあるよね、ある、
ちょっと薬液も買っとくわ。ああ大事、結局俺らインファイターするからね。、うん、インファイトキーピック持ってんの俺1個だけ持ってんな。キーピック持ってんの？うん、じゃあ開けられるんだ。開けられるね。なくなってたけどね。ね、ここに入ってたんだ。買取もナイス、信頼安心の適正価格です。進みたくないんだけど、この足音の中消え。ちゃんとほんと？うん、こんな暗かったっけ。やばい、ちょっとケツの匂いでも嗅いでる。バレてたじゃねえかよ。おい、ちょっと待って待って、一回さ、うん、どこの、うん、はあ、地図見よう。そうだな、そうだ、何のための地図だって話だよな。地図一回敵待ってくれるわ。あ、それ行こう。まっすぐだ。まっすぐ手つき当たり右。大丈夫かけんの。オッケーオッケーオッケー。今だ。まっすぐ行こう。まっすぐまっすぐ。影ない、影ない、いないだよ。もう危ねえ。ちょっと待って、もうちょっと離れさせよう。あいつビビリやな。おー、階段登ってるわ。この足音、もうすぐ行こうよ。ほら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 、もうダメだよ。じゃあもうすぐまっすぐ行けばいいんじゃね。じゃあまっすぐ行ってさ、逃げ道がないんだよ。あれじゃ、その細い道行けるかこれ。それしかねえ。なんで指これまだ治ってないの。指のパーツがねえからだよ。ああ、指拾わないとダメなんだ。指拾わない。いいね、呼ばれた。オッケー。え、うん、急いで急いで、急がせるな。早く早く、パニクって何もできないんだよ。それもう、フェイントかませ、フェイントフェイントかませ。でこで、どこ行くよ。でなあ、ここ中庭、中庭、あ、中庭にあるわ、ドレイクの鍵あった。うん、そういえば思い出した思い出した。それだ。じゃあ何こいつは。こいつあれだよ、なんか余興、別余興。別後ろ取った。あ、これ強えわ、剣士の恥だ。背中取ったぞ。おら、よし、ケツから出した。またハーブはでけえ。確かにでけえハーブ。まだいんのかよ。手打つと剣落とす。よし、落としてからだね。落としてからが本番。そうだ。で、後ろ取って。うまいなお前。なるほど。あいつなんかちょっとちっちゃいもんだろ。うい、うまい。え、ガードして、うわぁ、余興。やっべ、なんでいいんだよお前。そりゃ来るな。間違いなかったね。あれ、ここになんかありそうだけどな。仮面、うん、ありそう、確かに。ナイス、はいはいはい、急いで。まずここで見るか。ここで見よう。ん？別館の地図だ。別館？ここだ。別館だ。向こう側から施錠されてるって。じゃあ上行くしかねえんだ。上行こう。オッケー、ガンパウダー。結構あるね。お、奥様の口紅を見つけたものは浴槽に戻しておくこと。非常に高級な特注品です。決してよからぬ心を起こさぬように。何よりって書いてあった。侍女長。うん、ん、あ、開きそうじゃないそれ。これこっちだな、こっちだな。それ割れる。何
いつ来るか分かんないから安全を確保して、あれこれ別の別館、うん、これが別館か、別館だから、うん、呪術後1日目、処置が終わってから3人とも死んだように動かない。長女となる娘の口から1匹のハムシが出る。ハエのように見えるだって。3人ってあれじゃん、姉妹。ね、3人の体に無数の虫が湧いてる。体の各部が虫に食われているように見える。窓を開けると虫がボロボロと床に落ちる。どうやら霊気に当たると硬直する性質らしい。慌てて窓を閉じる。ほぼ全身を虫に食い尽くされた人型の黒い塊がうごめいている。昼過ぎ、娘たちの体の部位ごとに虫の色が変化してくる。頭の虫は青白く、唇の虫は赤くといった具合。虫の塊が娘たちの姿に戻る。もう人間にしか見えない。3人が起き上がり、私を見つめる。うつろな視線だが、親子の情を感じる。名前はもう決めてやる。ベイラ、ダニエラ、そしてカサンドラ。うわ、親子の情を感じるってことは、これ日記つけてんのお母さんってことか。そうだな。名前が決めてあるってことは何？実験で生まれた産物だ、あいつらは。ね、なんか下に頑張ってんな。いるな、誰かな。うわぁ武器持ちや、最悪。背中。あ、バカ！誰だよ、もう。またやったよ。ショートカットにセットしやがって。何もない、ここ。分かったよ、今。後ろ。嘘。喧嘩の黄金玉。寝起きドッキリだ、バレてない。あ、バレた。いいキャラポン。やべ、うまいな、背中取ってるわ。もう戦い方マスターした。そうそう、オッケー。薬液大事。あ、Pキック。なんつった今。Pキック。本当は？Pキックない。さっき使ってた。使ったらなくなっちゃうんだ。うん。またゲットしねえと。これ多分下にも行けるんだな。はい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 。怖えよ。ピアノ弾くんじゃない、とりあえず。弾いてみる？ほら。あ、弾けだって。は？待って。ドレミファソラシド。どうだ？多分これがドだとしたら、ドレミファソラシド。うん、これがどう？絶対音感持ってない誰か。あ、これ優しいわ。これだ。さすが絶対音感。これだ。ドレミファソラシってことはどれ？合ってるよ。それで。うん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 。うまい。オーケー。お前弾けてるよ。小学生になった。お前そんな弾けんの今。よく見たなそれ。うん。なんだなんだ。鉄格子の鍵。これで全部の鉄格子が開くんじゃない。鉄格子なんかあったっけ？あったじゃん、そこに仮面取ったら鉄格子出てきたみたいな。その鉄格子じゃない。あ、それだ。それだ。それかな。そういうことだ。わかんない。学名なし、体長5から6センチ。体構造はオオクロバイに似るが、顎が異常発達、肉食性で性質は極めて猛獰、獰猛。カドゥーが宿主の人体に産卵することで発生する。卵管が退化しており、虫自体に生殖能力はない。集合フェロモンで群体を形成し、人間に擬態。獲物を油断させて接近、捕食する。三姉妹のあれか、うん、ハエの名前か。特徴として急激に気温変化に弱い。特に摂氏10度以下の外気に触れると全身の筋肉が硬直し生命活動を停止する。クマムシや眠りゆすり科に見られるクリップ、いやもう
ひらがな多すぎ。カタカナ。最後カタカナ多すぎ。急なバカ。スクラップ。そこに確かにスクラップありそうだ。あるべき場所になったわ。ポイント。とりあえずここで。どことつながって？最初のところ。はいはいはい。あとどこだ？高そうな皿を。あった。あった。ガンパウダー。オッケー。ナイス。気持ちいいね。あ、ここは？こっから来たの？じゃあ今回は、うん、鉄格子の鍵を手に入れたから。そうね。次回からは仮面を取ったら鉄格子が降りてくる、うん、鉄格子をちょっと調べてみるか。調べてみるところからやろうと思います。ありがとうございました。あざしたー。